ナンバー・アイの裏側、メンバー同士のリスペクトとクリエイティビティの舞台裏。4、年以上にわたり、様々なエンターテインメントの舞台裏に潜り込んできた私が今回ご紹介するのは、ナンバー・アイ、ナンバー・アイのメンバーたちの舞台裏です。平野志耀27、岸優太、28、神宮寺優太、26、の3人からなるグループが、東京 FM、JA 全能。 カウントダウンジャパンに初めてゲスト出演した日の舞台裏に迫ります。お互いにリスペクトしているところを問われた3人は、リスナーの質問に恥ずかしさと照れ、臭い笑いを交えながら答えました。騎士が平野に対して、クリエイティブ性がもともとあるなと思ってたんですけど、ここに来てこんな引き出しのアイデアもあるんだなって驚きましたと語ると、神宮寺は、ダンスもパフォーマンスもすべて、昔からそれはずっと尊敬してますと感謝の言葉を綴りました。 舞台裏では、騎士について、神宮寺は、奇想天内。最近になってますます、違う顔を見せてくれるところがかっこいいと述べ、平野も、俺らが予想できない表情、動きを見せてくれると感心しました。これにより、メンバー同士のリスペクトが、どれほど深いかが浮かび上がります。話は続き、神宮寺に対する質問になると、騎士はいろんな曲によってそれぞれの顔がある。この人何個があるんだよって、くらいとその表現力を称え、 平野も曲に乗っ取られたように表現するから、それが素晴らしい。世界観に入り込むと称賛しました。3人の真剣な思いと相互の尊敬が、グループのクリエイティビティを支えていることが垣間見えます。そして、番組内では、デビュー曲、ゴートの裏側や、X、旧ツイッターでは、JA 全能 CDJ がトレンド1位を獲得するなど、様々な興味深いエピソードが語られました。 この中で浮かび上がるのは、ナンバー、愛がだのアイドルグループではなく、そのクリエイティビティとメンバー同士の深いリスペクトが彼らを特別な存在にしているという事実です。最後に、私たちが知っているだけではなく、メンバーたちの本当の姿や思いに迫ることができ過去の舞台裏、彼らの魅力や努力が際立つ瞬間が数多く詰まっています。これを通じて、 リスナーは、ただのファンではなく、彼らの音楽とパフォーマンスに込められた意味をより深く理解することができるでしょう。今回の記事がきっかけとなり、ナンバー、愛のファンだけでなく、音楽やエンターテインメントに興味を抱く人たちが、さらに深く掘り下げていくことでしょう。舞台裏の裏側に迫りながら、新たな発見や感動が待っているかもしれません。これからも彼らの活動に期待して、ナンバー、愛の未来を見守りたいと思います。さて、 あなたはメンバーたちのリスペクトの裏側に何か気づきましたかまた、彼らの音楽やパフォーマンスについてどんな思いを抱きますか舞台裏の舞台裏お買い間みたいな、これからのナンバー、愛に対する期待は高まりませんかぜひ、あなたの意見や感想をシェアしてください。